まず真ん中にいるベルーガ、両
しているんですね。また氷の浮いているような北極の周りで泳ぎやすいように、背中に背びれがないことも特徴の一つです。海に浮いている氷にぶつかって傷がつかないように背びれがなくなったのではないかと言われています。そして氷の間をスルスルとすり抜けて泳げるように、胸びれがとってもよく動くのも特徴の一つなんです。ベルガたちの胸びれ、パタパタとですねよく動くんですが、うちわのような形をしていますね。この胸びれで舵の役割をしているんです。
ましたね。顔が水に浸かっていても音が聞こえていました。この鼻の穴の奥を震わせて作り出した鳴き声などを使って仲間同士でコミュニケーションをとっているのではないかと言われています。さあ、この鳴き声、野生では100種類以上も使い分けていると言われているんですが、名古屋海水族館ではトレーナーの指示によって鳴き声を変えることもできます。一番得意な左手奥ターニャにその証拠を見せてもらいましょう。左手奥ターニャ、ご注目ください。Come on.